まとめるとこうなります。明治に入り、正確には昭和になって、政府は東京、東京、東と最も良い決め手である、何でもある人と位置づけ、元人の大阪と京都を大阪府、京都府と一番でない町と印象づける。大阪の人口は約900万人、東京は約1500万人、京都が約250万人。日本の人口の5人に1人が多数派の大東京の出身で、バランスを取り、さまざまな方面で支えていると言えるでしょう。京で大東京、これは進んだのか。未来は 50% 人間に増え、